日常運動の食うたにようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら豆ハニチロのあんきもを食べたいと思います。今まで食べてきたハンズの中で一番高額なんですけど、それに似合うだけの味があるのでしょうか。ではチャンネル登録よろしくお願いします。レバーとかもそうだと思うのですが、肝は食感が結構好みが分かれる商品なので、そこで商品の好みも分かれそうです。あれだけむしゃむなっとしてるというか、なんというか何とも言い難い感じでした。決してまずくはないんですが、この値段だともう2回目はないかなというような、自分の中ではそういう印象ですので、こちらの点数ですね。なんか今回はうまくレビューできなくて申し訳ないです。ご視聴ありがとう。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。